それでは鉛蓄電池を作ってみたいと思います。今持っているのが、これ自作の鉛蓄電池用のケースです。3D プリンターで作りました。これ水溶液がですね、電解液が非常に少量で済むんですね。で、電解液なんですけれども、教科書にはね、希硫酸が載っていますけど、こちら今日は硫酸水素ナトリウム水溶液を使ってみたいと思います。ある研究をした先生がいてですね、希硫酸よりも硫酸水素ナトリウム水溶液の方が、この金属板に付着したものがですね、下にボロボロ落ちなくて、しっかり金属板に付着しているっていう、そういうふうな研究をした先生がいて、ちょっとその先生の研究を実践してみたいと、思います。では、この希硫酸、あ、失礼。硫酸水素ナトリウム水溶液ですね。こちらを、このケースの中に入れていきましょう。はい。それでは溶液、この中に電解液入れましたので、こちらですけれども、電極板を入れます。こちらが正極板になります。この色をご覧ください。PbO2 酸化鉛4ですね。褐色から黒褐色のような感じになります。で、こう白いのはちょっと分かりますかね。こう表面がですね、どうしてもね、硫酸鉛括弧に PbSO4 が表面にこうできておりますので、最初にね、これ充電をします。これまずこれをね、入れます。こんな感じですね。止めてもらえますか。はい、それでは、これを入れてみたいと思います。はい、入りました。はい、あと負極ですけれども、これ、鉛板ですけれども、負極の方もですね、どうしても表面、鉛の表面、ちょっとこれ白っぽくなってる表面が硫酸鉛、PbSO4 ですね。硫酸鉛括弧2が表面できちゃってるので、やはりこれもやっぱり最初充電しなきゃいけないですね。ではこれも入れたいと思います。はい、両方入れました。さて、充電ですが、こちらをご覧ください。これ電源装置なんですけれども、鉛蓄電池の起電力は、約2ボルトになります。で、鉛蓄電池の起電力より、小さい1.5ボルトでは充電できません。ですから、それよりも高い電圧で充電するということになります。ちょっとね、まず3ボルト、わかりますかね。3ボルトで充電したいと思います。で、充電方法なんですけれども、電池の正極に電源の正極、プラスとプラス、そして、マイナスとマイナス、負極とやっぱり電源の負極ね、こんな感じでつなげます。はい、つなげました。いいですか。はい、それではこちらの方をご覧ください。はい、これが今ね、充電しているところですけれども、泡がこう、分かりますかね、発生しているの分かりますかね。はい、ちょっと電源装置の方を見てください。3ボルトですね、3.0ボルトで今、充電しておりますけれども、どうしてもね、水の電気分解というね、そういうことも起こってしまいます。はい、これちょっと4.5ボルトにアップしてみましょうか。警報が鳴ってしまいましたね。これ電流が、いけないいけない。わ、すごいことになっちゃいました。もう一回4.5ボルト上げますよ。ちょっと見てください。これすごいことになりますよ。いきます。あっと、警報、電流がすごいことになって警報です。はい、3ボルトに戻しました。はい。ということで、電圧をね、上げると、どうしても水の電気分解、要するに、これは硫酸水素ナトリウム水溶液なんですけれども、それの電気分解で、水素と酸素が発生してしまうということで、鉛蓄電池の充電以外のね、反応も同時に起こるということです。
さてと、そろそろ充電できましたかね。はい、じゃあ十分充電ができましたので、はい、こちら、充電をやめますと、外しますね。電極板の表面ちょっと見てみましょうか。はい、こちら、はい、酸化鉛4ですね。これびっしり、黒褐色の酸化鉛4ですね。あとね、負極の方の表面ですけれども、表面にね、硫酸鉛2がついていたんですけれども、これしっかり充電して、綺麗なこのね、鉛、綺麗な色になりましたね。表面の PbSO4 が、鉛に変わっております。では、こちらをじゃあ、ね、豆電球につなげてみたいと思います。はい、こちらです。はい、まずこちらをこんな感じですけどね。で、じゃあ行きますよ。はい。わ、明るいですね、これ。さすが鉛蓄電池ね、起電力が約2ボルトということですので、これね、豆電球切れちゃうかもしれませんね。これ 1.5 ボルト用の豆電球なんですよ。なんで切れちゃうかもしれませんが。はい。ただ、これ市販されている鉛蓄電池と違いまして、長持ちしません。電極板たったこれだけ1枚のね、両側1枚ずつの電極板ということで、簡単なものですのでね、これがね、どんどんとこう暗くなっていっちゃうの分かりますかね。はい、先ほどね、すごく明るかったんですけれども、はい、あ、もうこれ、はい、かすかについてるだけですね。はい、ということで、実はこういう簡単に作ったね、鉛蓄電池、そんな長持ちしないんですね。